たクボたけしですこのラジオではスピリチュアル精神世界の知識を日常生活仕事そして人生の目的使命に生かすための情報をお届けしています今回は生きる使命役割の自覚が持つ力ミッションパワーについて私が好きなアニメをモチーフにしてお伝えします。弱虫ペダルっていうね 漫画がああって、てまあ、そのアニメとかもね、ね。好きで見てるんだけど、ね、この漫画は主人公がね小野田坂道くんっていうまあ、高校生でねアニメオタクで体も小さいしね気が弱い主人公がひょんな流れでね自転車競技部に入るっていうで、そこから展開するいろんなねそのロードレース自転車競技のシーンがね描かれる漫画でねすごく面白くて見てるんだよねでこの気弱な主人公の 小野田くんが実はものすごい力を発揮してまあ意外性の男って言って、ね、もう誰もがね見た目ではねもう眼鏡したアニメオタクの清和なねこんな子が競技用の自転車でねレースなんか出れるのかってねみんなが疑ってしまうような見た目なんだけどものすごい力を発揮するわけでそのね力の発揮の要因はいろいろ描かれているんだけどそのうちのね中心にあるものこれがねすごく面白いなって思うんだよね何かというと高校生のね自転車競技ってこの6人で1チーム 作ってそのチームを束ねるキャプテンがいろんなねオーダーを与えていくわけオーダーっていうのはこここからこの区間お前はうういう役割だぞ例えば山道だったらね山道が得意なものが先導に行ってチームみんなを引っ張るとかそういうオーダーを出すわけでこの小野田君は筋力があるわけでもないしそのスポーツの才能というものがね普段他の人と比べてもあるわけじゃないんだけどなんでその大きな力を発揮できたかのそのポイントに。 そのオーダーっていうところがあったわけ。で、このね、キャプテンが、じゃあ今からオーダーを発表するって言ってね、このレース中に、小野田、お前はこれからの山をね、このチーム全員を引っ張れっていうオーダーを出すわけ。で、そうすると、その小野田くんは、まあそういう風にね、自分に役割を与えられる経験っていうのが今までなかったからね、え、それが僕の役割ですかって、聞き返すと、そうだと、お前しかできない役割だって言われるわけ。で、そこでね、なんかね、雷に打たれるようなね、そういう感覚を得て、 僕にしかできない役割があるんだってなってねそれをね絶対にその後忘れないわけ途中でいろんな苦境に当たったり落車したりとかいろんな事態にぶち当たってもその自分にしかできない役割があるんだっていう自分にそれを託されたことをねずっと覚えててもうどんな大変な時でもそれを乗り越えて最終的に全部やり遂げちゃうわけその自分の役割をねでこれを見た時にねあこれってミッションパワーだなって思ったんだよね ミッションパワーって何かというと、ミッションってまあ、つまり使命ね。まあ別の言い方するならば、まさに役割。自分にはこのような役割があるって。例えばね、誰でも誰かに頼られたりとか、前もやってもらった時ね、すごくいい結果にね、導いてくれたから、今度も頼むよって言われるとね、なんかこう、やる気が出たりとかっていう経験があると思うんだけど、そういうふうにね、誰かに頼られたり、頼まれたりした時に湧く力って、これがね、人間あると思うんだよね。 もちろんこれは、その性質、性格によるかもしれないけど、多くの場合ね、人間って頼られると、自分の自発的に頑張ろうっていう時よりも、より大きなね、パワーが湧くっていう時があるんだよね。で、これはね、ミッションパワー、使命の力、役割のパワーっていう風に呼んでるんだよね。タクボは、自分の役割がはっきりと分かったり、誰かに頼られたり、期待されたり、まさしく使命というものが分かったら、すごい力が出るのにな それを発見したいってねこの使命というテーマでずっと探求してきたんだけど今はね一つの行き着いた結論があっていや私はそんなね信頼する上司から何かを託してもらったりオーダーを出してもらったりね愛する人から期待されて何かやってくれないかっていうふうに頼まれたりする経験がないからねミッションパワーってあるんだろうけど自分には関係ないなって思う人もいるかもしれないけどそうじゃないんだってことが分かったわけ全員人間は神様からね 役割を託されてるこれが神のオーダーっていうふうに言ってるんだよね。弱虫ペダルの小野田君のようにね、キャプテンからお前はこれが役割だってオーダーを出してくれるのと同じように、我々人間には一人一人神様、つまり、まあ、これは本当の自分っていうことなんだけど、本来の全体意識、普遍意識、神なる本当の自分から、その大いなる意識の 個別に表現した、個的に表現した、魂に宿った我々一人一人のこの肉体、つまり我々一人一人っていうのは、神様から、本当の自分からオーダーが出てるんだよ。お前にしかこれできないんだって言われてるんだっいうことが、ずっとこの使命ということを探求していったら分かったんだよね。その神のオーダーが出てる。じゃあそれは一体何なのか。それこそが我々日々一人一人の目の前に展開してる世界、目の前にいる人や 出来事や物というものに対してそこに対してきちっと向き合っていくことその目の前の人こと物こそが神からのオーダーだってことが分かったんだよねはっきりと確かにこの社会の中でこれあなたの役割だからぜひお願いしますって言われることもね一つのオーダーではあるんだけどそれも含めて全部神様のオーダーなわけまあそれがね信頼できる人できない人いろんなパターンはあるかもしれないけど全て自分の目の前にやってくることは神がこの宇宙の中で地球はおろか宇宙の中で あななたしかこの場にいないそしてあなただけの役割そこに向き合うことによって冷静が高まり魂が向上しまたそのことによって誰かのお役に立てたり何かの役に立てることによって全体の向かってる目的にかなうんだとお前にしかできないんだっていうふうに言われてるのが今日目の前に起きてることなんだなっていうことがね分かったんだよね。 誰よりも何よりも最も頼られたい存在が、タクボの場合神だったので、神様から期待されて今日の目の前の一言ものに向き合える、信頼できる存在のお膳立てによって今日が生み出されるんだとしたら、そこに向き合う以外に自分のやることはないし、そこに向き合うことこそもう最大のモチベーションになるし、パワーが湧き上がってくるしね。そんなことに気づいて、だから 目の前のことにきちっと丁寧に一つ一つ心を込めて向き合っていく、そこに愛を表現していくという、ま,あ、まさに目の前にあることに向き合っていくことこそが本当の礼拝。ハイラカン・ババジーという、ね、大使は、仕事は礼拝なり、労働は礼拝であるというね、そういった言葉を残している。 つまり、この仕事とか労働っていうのは何もね、会社員での仕事とか、自分でやってる事業とかね、そういう経済活動のことのみならず、今日目の前にね、一人一人の人間がいて、目の前に展開していくことに対して、一つ一つ行為行動していくことが仕事であり、労働であり、それは、本当の神様への礼拝なんだよと。まさに神のオーダーに対して、神様に期待されて、お膳立てされた、示されたものだから、そこに向き合うこと以外の価値がないでしょうってところに、繋がったときに、 モチベーションを上げるとかそういうものを超越したものをね見出したんだよね。この理解が腑に落ちるとミッションパワー、この神のオーダーから来る絵も言えぬ力をね感じながら日々に向き合っていくことができる。 確かにこれはね忘れちゃうこともある。やっぱりね我々は自害意識エゴというものも働いてその神のオーダーであるとか神様が導いてくれてるんだということをついつい忘れてしまうようなこともあるんだけどでもねこの霊的真理を思い出すことができればねほどなく戻ってこれるんだよね。話をまとめると私たち人間は誰かに何かに必要とされた時 役割を与えられ、それを自覚したとき、全体の中での自分のポジションを感じて、自分だけのことを考えたとき以上に大きな力を発揮するんだよね。その使命の力、ミッションパワーの源は、私たちの日常生活に示されたことに、精神性、きちっと向き合っていくことによって、つながることができる、感じることができる。私たちは神、すなわち私たちの実在。 本来の意識状態普遍意識から見れば誰一人欠かすことができない重要な価値ある存在として期待されてそして神のオーダーを託されているこの話を過程として日常生活に向き合った時この真理を自分の内側から感じてみてください今日のお話は以上です参考になりましたらいいねやコメントでお伝えくださいまたチャンネルのフォローもお願いします このラジオではスピリチュアル精神世界ジャンルの疑問・質問なども随時受け付けております私の使命を見いだすその過程ともいえる自分探しの旅そこから見いだした本当の自分不変意識を悟る方法はブログ記事や無料のメールセミナーで公開していますのでご興味がありましたら概要欄からチェックしてご登録くださいそれでは次回の放送をお楽しみにありがとうございました